か、スクールアイドルを始めた時はうまくいかないことも多くて結構悩んだりしたんだ。やっぱり無理だったのかなとか。でもそんな時ミューズのみんなが支えてくれたんだ。すっごいパワーなんだよ。9人の気持ちが一つになれば何だってできちゃうぞーって感じ。それにね、うまくいかなかったからってやめちゃうのはダメだって大事なこともみんなに教えてもらったんだよ。自分の本当の気持ちに嘘をついちゃダメだよね。私はみんなと一緒に歌いたい。たくさんの人に私たちの歌を聴いてもらいたい。これからどうなるかはわからないけど、わからないからこそ私は前を見ていたいなって思う。私はちゃんと考えたりするのが苦手だし、みんなに迷惑かけちゃうこともあるかもだけど、それでもずっと前を見ていたらまだまだ先に行けそうな気がする。うん、絶対に行ける。私たちはもっと先に行けるはずだよ。もうすぐ私たちの次のステージが始まります。見たことのない最高にキラキラした未来にみんなで行こう。